はい、こんにちは、マハロ楽団のシムです。そしてミサピーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ですね、今回からですね、いつもこうビデオをそのまま流してるだけなんですけど、たまにはやっぱり YouTuber っぽくね、一応こういう皆さんとこう話すみたいな感じでね、ビデオを作ってみたいと思います。で、今回はですね、この間のプレイパーティーボリューム22かな、はい、に出演した時の様子をですね、ちょっと、ミサティと私で見ながらですね、ダラダラと、あの時はこうだったねみたいな話をですね、していきたいと思います。はい、では、まずは最初は、オープニング、で今回ね、聖子さん、そうですね、いや素晴らしかったです。素晴らしいよね、本当に。これ結構このオープニングでもエンディングで最初の遅れる難しいんですよ。難しいよね、緊張するし。そう、いいよね、正解で思いっきり笑ってるし、微笑んでください。いいですね。で、やっぱりこの時にこれを見てた、私の家族から、はい、やっぱりその笑顔が、やっぱり歌ってる、楽器の時はいいとしても、歌ってる人はやっぱ聖子さんと比べると、この笑顔が全然足りないっていうですね。確かに一生懸命歌ってるけど、こう笑いながら歌えないんだね。口角を上げるね、習慣がついてないっていう、我々ね、思いました。はい、いいですね、聖子さん本当、ね、ステージに慣れてるよね。こう確か聖子さんって老人ホームとか慰問してウクレレやってるんで、さすがですよね。これにはおじいちゃんおばあちゃんも、そうですね、元気出ますよね。元気出るよね。